おはようございます。我がんせのかげやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っとですね、うん、まあ7月からですかね、なんかこう、オリンピックですね。オリンピックの、ええー、まあオリンピックやるっていうことに一応決まってるんですかね。うん。で、 えー、なんかこう、オリンピックやるなとか、オリンピックやれとか、いろいろね、こう意見がこう出てますけども、僕はそのこと自体がどうこう、オリンピックをやったほうがいい、や,やらないほうがいいとかいうことよりもですね、えー、まあまあ、その辺はね、こう、まあ、自分らでこう決めることではないというか、そ,のそれよりもそのオリンピックが、まあ、オリンピックをやるならというところですね。で オリンピックをやるなら、ちゃんとね、こう選手をこう応援したいなというふうに、日本人選手を応援したいなというふうにこう考えます。で、えー、選手の、そのアスリートのこと方のことを考えるとですね、えー、かなりのこうストレスがかかった状態でこういろんなことをされてるんではないかなというふうなことをこう想像できますよね。 金メダルをこう取ったりとか銀メダルを取ったりとかそういうメダルをね取ったりはまあ取らなくてもこういい成績やったりした時はですねやっぱりそれを称えるというかあのみんなでこうすごい,すごいと言ってこうねあの褒める言うたらおかしいですけどそのたえる状態であるべきだなとあるべきというか、う。ん そういう,ふうに思いいますね、まあ、いろんな意見出るんでしょうけどもそりゃこう本当やったら去年、ね、コロナがなかったら去年やってて去年にこう照準を合わせてこう4年間こう4年間っていうかそのもう昔小さい頃からこう頑張ってこられてですねそこでこう、まあ、オリンピック出場が決まってこうやっていたところいきなりコロナでこう中止になってですね で、えー、どうするんや、来年やるんか、んで来年も,もう無理ちゃうかとか、いろんなこうね、えー、自分の中でこう迷いというか、葛藤というか、こういろんなね、ことがあって、それでモチベーションもこう自分で保ちながらね、こう本当にこう全力を出さなあかんけど、なかなか気持ちの中では、こう もやもやした状態でこう練習してですねもちろん練習は集中してやってたでしょうけどもほんでこう外野がねいろいろ言ってくることもあったりとかこういろんなことがあった状態でこう出場されてですねほんでえ結果を出すそういう選手すごいすごいと思いません。 万全じゃないから、えー、メダルが取れたんじゃないかとかほんで日本人が有利やとかいろいろな、ねえー、ことを言われるでしょうけどもそんなこと関係なしにそういう状態で,です、ねえー、しっかり結果を出したということに対してです、ねえー、しっかりと称える、うんでえー、僕としてはすごくこうそういうアスリートの方を応援したいなというふうにこう考えています。 で僕の中でねこう、オリンピックでこう、えー、多分こう時間があって見れるのであれば、ですねやっぱり空手ですね、空手が今年、あのー、1回だけやと思うんですけども、次のオリンピックから空手はないと思うんですけども、その空手のね、えー、その試合というかね、そういうものはこう見てですね。 応応援ししたいしあとまあ、まああのー、一応ですね僕は高校まで野球やってたんで、まあ、野球も見れたら見るだろうしっていうこととあとはねちょっとねパラリンピックですねそのどうしてもそのオリンピックの方だけがこう注目されがちなんですけども、えー、パラリンピックの方もこう見てみたいなと思っていますというのはですねちょっとその まあ「リアル」っていう,こう漫画があるんですけどもそれでですねその「そのリアル」っていうのは車椅子バスケの、えー、物語まあそれだけではないんですけども車椅子バスケをこう中心としてこう物語がこう作られているということでちょっと車椅子バスケがどんな どんなもんかはまあ分かんないんですけどもちょっとこう自分に興味が持ったんでそのパラリンピックのちょっとそういう、えー、バスケの試合をね他のもの見れたら見ますけどもでこうちょっと見てみたいなというふうにちょっと考えてます。なかなかこう、えー、大変もちろん大変なんですけども。 そバスケがこうしっかりとああいう,こう一線でできる車椅子で一線でできる状態になるようなこう相当のねこう苦労があって努力があってそこへ成り立っているというところなんでちょっとこうそういうのがちょっと分かっ,分かってないですけどもちょっと漫画で知ったんでそこをちょっと自分が興味を持ってるんでそこはこう注目してこう見たいなと。 いうふうに考えてます、うん、だからそのリアルっていうので車椅子バスケのことをちょっとまあそれは車椅子バスケという存在を知ってはいましたけどそこまで自分の中で注目してなかったんですけどもそのリアルのリアルっていう漫画を知ることによって車椅子バスケをよりこう 知ることになったんでちょっと見てみたいっていうのと、まあ全然詳しくないですけどね、えー、どう自分が興味持つか分かんないです、これから。ただ、えー、ちょっとそのオリンピック、せっかくオリンピックがこうあるのであればですね、パラリンピックですね、があるのであればちょっと見てみたいというのですね。であとその えとね、夕方の関西テレビでこうドラマが再放送されてるんですけども、えー、その中でね、えー、車椅子の人のこう話というか、えー、がであったんですねえっ、ー、とね何やったかな題名が「パーフェクトワールド」やったかななんかこう、えー、松坂桃李さんとあと女優が誰やった名前顔出てるんですけど名前出てこないですね、えー、方のこう、まあ、恋愛というかそういう 車椅子の方のだから身体障害者の人の,、えー、その恋愛みたいなのがこう描かれてそれリアルとそれを両方見たんで何でやろなと思って何か何、うん、かたまたまなんですけどそういうのをこう連続でこう知る機会があってそのドラマの中でもちょっと えー、車椅子バスケをこうしてるところもこう、えー、映っていたりしてですね。で、これで、ほんで、今年ちょっとオリンピックがあって、えー、パラリンピックがあったらですね、何かそれは、えー、バスケ、車椅子バスケね、こう注目してこう見ていく形に、うん、僕としては流れとしてはな,なりますね。で、それでこう、車椅子バスケを見て、自分がどう感じるか、なんかこう、もしかしたら、 すすごく興味を持つ可能性もありますね、うん、ちょっと分かんないですけどね。ということでねまあまああのー、オリンピックをやるの是非っていうのは僕はあまりそこはど,どうこうじゃなくてですねオリンピックがもう開催されるんであれば、えー、しっかりとこう応援したいなというふうにこう考えているということです。うん、そのここのの時期にオリンピックををややるやらへんのことをもう言って でもねしょうがないというかそれよりもこうアスリートのねえ方のその頑張りに対してそれを見てですねえそれをこうそ,れをその頑張りを見てこう刺激を受けたりまあ空手のそういうのを見てその世界一をこう見てみたいっていうのとかえパラリンピックでその車椅子バスケにちょっとえ興味があるのでその見てみたいとかいうそういう機会にまあまあ 恵まれるということでそ,そこをこうしっかりと応援したいというふうにこう感じております。ということで今日はオリンピックをやるならということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。